く練習、今日できた、今日退院の練習できたら退院だって。あ、こんなもん。あ、いけてるいけてる。余裕じゃん。これで今、100。見けた。こっちは。お、お、お、こっちも伸びるんじゃない？なんか下がってきてる。なんか下がってきてる。お、これでもうやっぱり100だね。って感じ。まあ、頑張ってお膝を伸ばして、しっかり立てるようにしていく。さっさと帰ってきます。でそうそう、その角度かな、今の、はい、で今の、お、頑張った、完璧。今日ここまで伸びてればさ、いいんじゃない。だってさっき100度だったのが今100、お、180、あとちょっとじゃない、今150、お、160に行くかな、160に行くかな、お、160行った、 お、 お、完璧じゃん、すごいじゃん。あと20、155まで行くかな、あと5台、お、お、行けない行けない行けない、155、今日もうだいぶいいんだよ、いいじゃん。なんでだろう。あ、でもほらこっちも行くよ。ここのピリピリがくっつかないうちに伸ばさないと。そうだよね。で、くっついちゃうとまた痛いから、これ休んでる時間が長ければ長いほど次が痛いから。この3日間だけはちょっと痛いな、ちょっと痛いなって、あとここで欲しいなってぐらいのところまで頑張って自分伸ばす。でここ触るね。だいたい一往復ってやって筋肉を伸ばす。膝を伸ばす筋肉をうまく使っていく。これのね、うまいところは筋肉の使い方だから。うーん、うまいんだって。頑張ろうね。ねよく練習します。リハ室に行きました。ちょっと待って待って、歩く練習、今日でした、今日退院の練習できたら退院だって。あかんよ。普通にここがいい。あ、ふぶらはぎか。まあ、手術しとるでね。普通にいくつぐらいの痛み？立つと？うん。でも体重かけて痛いな。6？ まあ、3ぐらい。ちょっとだけ低くしようかな。せーの。よっこいしょー！頑張れ！お、出てた。お、足見てますけど。痛い。ダメか。どのぐらいの痛み？素晴らしい。ここギュッと力入る。まだ入る。ふって、モリって刺して、モリ。そう、うまいじゃん。さすが。お、立てる？あー、おー。お、お、お。お膝ギュッて伸ばしてね、お膝。そう。ふぅ、あ、疲れた人、はい、お疲れ、上手じゃん、慣れたね、うん、素晴らしいです。おお、外してんじゃん